さて続いて演技を行いますのがナタリア・イリエンコであります。アルマータ生まれの15歳の中学生です。この会場のすぐそばにありますディナモスポーツクラブで、毎日激しい練習をしております。私たちもそのスポーツクラブに参りましたが、実に立派な設備があるのでびっくりいたしました。サペンスコーチの指導を受けます。今年のヨーロッパ選手権も第4位でした。日本にもおなじみの選手イリエンコ。ああ、高宙返りで落下。今のは難しい技ですね。大ジャンプから降りてすぐ後方宙返りですね。前後開脚の足を開いた大きなジャンプのすぐ直後だったんですね、はい、しかしソビエト選手の平均台の落下ってのは珍しいですよね。そうですね、このイリエンコは非常にあの平均台を得意にしてますからね、しかももう他の演技は3種目目全部終了しておりまして、観衆の視線は全部このイリエンコに集まっております。なかなか動きの激しいシャープな演技をしますね、はい、前方の伸身の宙返りも見事にピタッと決まります。さて後方ブリッジからですね。後方ブリッジからですね。後転跳び2回で抱え込んで2回宙返り、いいコンビネーションですね、はい、最後に後方ブリッジから後転跳びの連続から、はい、後方2回宙返りでしたね。先ほどの平行棒のミスがちょっと響いてるんですかね。ああ、なるほど。ああ、高いですね。はい、骨の部分ですね。はい。少し後ろにかかりましたね。そうなんです。はい。